吉丈一郎がバンタム級世界王座に返り咲いた伝説の舞台です。IBF 国際ボクシング連盟世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦第1ラウンドが始まりました。青いグローブがチャレンジャー長谷川穂積、3階級制覇を目指しています。赤いグローブがチャンピオン、スペインのキコ・マルチネスです。身長は長谷川がおよそ8センチ高いんですが、リーチはほとんど変わりません。上半身の筋肉が発達しているのはチャンピオンのキコ・マルチネス。いいボディを伸ばしていきました長谷川。総位はキコ・マルチネスが 89.5 センチに対し、長谷川は 85.2 センチです。新成人の山下正人会長は腕っぷしが強そうな、1ラウンドから振り回してくるだろうと話しています。当たっていったのは長谷川、いい左が入りました。さあ浜田さん、はい、この2人の体格などから見て試合展開どう予想されますか。まあ、このチャンピオンマルチネスはですね、完全なるファイターなんですね。はい、ディフェンスもですね、打ってそして守るというやり方するんですね。どんどん前に出てきますね。そうです、前に出ながらそしてリズムを乗りながら、ある意味打ち折りはもうないような状態を作るんですね。なるほど。まあ、ですから長谷川の場合、相手のパンチを外したら打てるところは常に打っておくということが大事ですよね。飯田さんはどのようにご覧になりますか。そうですね、本当にこう前に出てくる選手であるし、パンチは強いですから、とにかく長谷川選手足を止めない方がいいですよね。はい、今本当によく動けてますよね。スパーリングでもこの距離を取って常に動くと、そういった指示を送られていました。しかしどん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 前に出てくるのがキコ・マルチネス、チャンピオンの左、ナイスカリ、ナイスカウンター。マルチネスはですね、打ち出したらどんどんリズムに乗って左右左右、はい、そういう打ち方するんですね。左から右、左、打った瞬間、打ってきた瞬間、打ててますからね、はい、いい流れですよ。パンチを食らってもどんどん前に出てきますチャンピオンです。今チャンピオンが振ったあの右のパンチですね、あれが要注意のパンチなんですよね。これですね、これですね、あれがフック、大振りでこう振ってくるのが上と下ありますからね。チャンピオンは長谷川が一発当たると隙が出ると、一発当たればチャンスが俺に大きく出てくると、そうキコ・マルチネスは話していました。実際マルチネスはですね、打ち始めたら止まらない状態作りますけどね、打ったと思ったら長谷川選手その都度止めてますから。なるほど、いいやり方ですよ。飯田さん、足は使えていますか。長谷川は、ね、はい、軽く、リズムを取れてますよね。右も多様に使っています。鈴木さん、はい、長谷川なんですがね、自分に向かってくる相手に対してジャブあるいはガードから打ったりとね、早い段階で相手が恐怖を感じるようなパンチ、危険なパンチを早いうちに打ちたい話です。左から右、長谷川最後のリポーターは読売テレビの小山アナウンサーです。ボディから顔面へパンチオンです。ロープを背負った長谷川、はい、ここはチャンピオンが有利です。マルチネスの強いですからね、絶対にロープ背負わない方がいいですよ。大きく左を振ってきましたチャンピオン、キコ・マルチネス。まあ、やっぱり強引に来ますね、チャレンジャーの長谷川穂積。第1ラウンド間もなく残り10秒です。左から右に体を預けました。あー、左チャンピオンの左、前に出てくるチャンピオン、左、右、左、さあ始まるのか。第1ラウンド終了、激しい打ち合いがありました。第2ラウンドが始まりました。青いグローブチャレンジャーの長谷川穂積、バンタムフェザーの時には共に減量の影響で足がつるという状態がありました。スピードとフットワークを身長つむ長谷川にとっては大きな問題だったんですが、今回は非常に減量がうまくいったと、浜田さん、はい、そういった情報ですね。まあ、それ大きいですね。まあ、特に後半行くとそういううまくいった減量というのは本当にいい影響が出ますからね。そうですね。今回はバンタムとフェザーの間 55.3 キロのスーパーバンタム級減量期間。おっと、ナイスカウンター入った、ナイスカウンター入った。さあ打ち合いになった、打ち合いになった、さあ最後に出る右、ちょっと腰が落ちたか長谷川、さあ危ないぞ、あーっとちょっとグラッと消えグラッときた。さあここはクリンチに入れる、クリンチに入れる、おーっとダウンか、ダウンです。ダウンを取られました。ちょっと足が踊っています、チャレンジャーの長谷川、引きましたね。さあ大阪城ホールからは大きな勇気を送る声援が送られています。さあ第2ラウンド、まだちょっと足がふらついている。いやー、まだ打ち合わせ入るからね。さあ逃げられるか長谷川、動けるんだったら動けばいいですよ。さあ体を使っている、足を使っている、ああちょっと足が突っ張っている、もっとガードを固めて動いた方がいいですね。さあチャンピオンが前に出る、コーナーに詰まってしまった、さあ長谷川耐える、長谷川耐える、長谷川マッチを繰り出す、もっとしっかりくっつけばいいですよ、しっかりくっつけば。さあチャンピオンパンチを出す、頭を引きつけるチャンピオンパンチを出す、耐える長谷川、なかなか足が動かないですね。そうですね。さあクリンチ逃げる、残り1分30秒第2ラウンド、さあチャンピオンが出る、長谷川ピンチ、右は振る、左を切る、左引っ張
ットの右、チャンピオン、ボディからアップを突き上げる。さあ、長谷川、左。大きな声援が大阪城ホールを飛んでいます。踏ん張らなきゃいかんですよ。残り1分、第2ラウンド。打ち合うならしっかりとガードだけはですね、ガードはしっかりですよね。まだ2ラウンド目ですからね。ボクシング人生15年の集大成を話した。時間かければ回復しますから。なるほど、ここは我慢ですね。鈴木さん、奥さんの安子さん、目を一切そらしてません。なるほど、左から右。さあ、長谷川狙っているチャンピオン。谷川右一人、小さく打つことです。小さく、長谷川、はい、小さく。どうしてもオフになりがちなところ。右、チャンピオンの右、長谷川。さあ、じりじりと後退している。体を入れ替えられるか。残り34秒、第2ラウンド。なんとか耐えたい第2ラウンドです。さすがは、まだ足はふらついています。まあ、きついことは自由ですけどね。これを乗り越えないと3階級制覇はありません。まあ、チャンピオン誕生、確かに強力ですね。そうですね、ですから、まともには絶対こう、食ったらいかんですよ。はい、とにかくしのぎたいですよね。チャンピオンの方も、あ、間違えましたね、間違えた、間違えた。これ疲れてる証拠ですから、これ打ち疲れてるんですよね。さあ、耐えられるか、いくよ。第2ラウンド変えました、長谷川。飯田さんはこのラウンド、長谷川何が大切だと思いますか？そうですね、もうガードの上からでもジャブをと、ついて、右のジャブ、今みたいに軽い足ですよね、はい、とにかく近づいたとき、ここではしっかりガードです。あとロープに決まらないこと。さあ、ここもクリンチに行きます。鈴木さん、はい、どうぞ。山下会長がね、緊張取れたかと笑顔で迎えましたらね、長谷川うんうんってうなずいてましたね。なるほど、かなり大きな声出てましたね、山下会長からも。まあ、長谷川にしっかりと引かそうということなんですね。左のフットを打っていきます、長谷川です。鈴木さん、接近戦、はい、どうぞ。チャンピオンマルティネスさん、はい、かなり打ち抜かれて呼吸が荒れていたので、何度も何度も深呼吸させました。体を左右してプレッシャーを強めていくというシーンです。チャンピオン、しかし飯田さん、このチャンピオン来てますね、このラウンドですね。もう、まあ、短期決戦、今チャンスだと思ってますよ、チャンピオンの方は。この選手はこういった選手なんですね。なるほど、序盤戦を乗り越えれば中盤以降に長谷川にもチャンスが出てくると、そういった戦前の予想でした。ある意味打ちながらでも休むというふうなやり方するんですね。打ちながらでも休む、はい、はい、チャンピオンですね。とにかく守るというよりも、打ちっぱなしの選手なんですね。はい、ボディを中心に狙う長谷川です。痛かった、ボディ引い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 た。とにかく今は打つことを重点というよりも、はい、絶対にまともに打たさないことですよ。なるほど、ナイスボディ。さあ、いいボディ、ボディ攻撃、この第3ラウンド、長谷川です。いや、思ったよりチャンピオン鈍くなってますからね。あ、そうですか。まともに打たさなければいいですから。なるほど、チャンピオンも打ち疲れもあるし、ダメージも来てるんじゃないですかね。少しずつ当たってますよ。振りが大きいですからね、チャンピオンね。さあ、あ、ちょっとマウスピースが力出ます、長谷川。腹から、ボディから。このマルチネスもですね、一気にチャンスが来たんで、予想以上に力んだこと力んだんですね。あ、右、左、左。長谷川のパンチが当たるようになってきました。第3ラウンド、もっと小さく、もっと小さく。さあ、打ち合いになりました。チャンピオンも攻めてはいても、あのきつくなってますからね。序盤から打ち合いになりました。 IBS スーパーバンタム級タイトルマッチ。長谷川のダメージさえ鈍くなるから、ダメージが取れないですから、もっと小さく、もっと小さく、もっと小さく。右のガードですね、長谷川選手は。右のガードでしっかりして、左をどんどん使っていいですよ。左アッパーのボディーブローを有効ですからね。さあ、ボディーから右のフックを狙おうという長谷川。右のボディー、サイドボディー。チャンピオンもきつくてもこの選手を打っていくんですね。折り返してきました、長谷川チャレンジャー。ボクシング人生15年の集大成と言い続けて、この世界タイトルマッチ。サイドボディー、サイドボディー、サイドボディー。まあ、長谷川もですね、やっぱり目いっぱい打ってますけどね、しっかり打つのはあのいいことですけど、小さくてもいいですね、小さく。チャンピオンの目にも余裕がなくなってきました。さあ、第3の残り10秒、この選手、このチャンピオンが下がるというのは難しいですよ。なるほどね、それだけプレッシャーを長谷川がかけているという証拠です。大阪城ホールから大きな歓声が沸く。第3、第4ラウンドを迎えています。あ、前に出てきました、チャンピオンです。このチャンピオンはちょっとこのラウンド勝負にかけて、前に出ながらでも休むんですね。ただこのチャンピオンが下がるということになれば一番いいパターンですね。なるほど、序盤戦のポイント、どれぐらいのポイントで序盤4ラウンドを終えることができるでしょうか。 IBF の世界戦は4ラウンドごとの公開採点はありません。ですからセコンド陣のポイント読みというのも飯田さん大切になってきますよね。そうですね。さあ、このラウンドを取れば序盤戦長谷川も
いい序盤戦の入りになることになります。まあこのチャンピオンがバックステップするっていうのはあんまりないんですけどね、やっぱりですねボディー打たれたくない、ね、っていう空気あるんですね。なるほど、じゃあボディー攻撃ですね。ナイスカリー、ナイスカリー、あっと右が左が入った。チャンピオン長谷川もですねまだ完全ではないですけど、足の踏ん張り効いてきましたからね。そうですか。さあナイスカリー、左のダブリーですよ。ダブル、ボディーはブロックされましたけどダブリーですよ。チャンピオンこのラウンドほとんど入れなくなってますからね。やはりあの長谷川選手のパンチですよね。カウンターパンチを警戒してますよね。明らかにこう前進する力が落ちましたね、チャンピオンが。ここは逆にちょっと無理してでもあの、まあ、出てもらわないように、はい、長谷川選手ちょっと前に出たいですね。チャンピオンのキコ・マルチネスはこれが2度目の防衛戦になります。あの前哨チャンピオンのロメロからこのスーパーバンタム級 IBF の世界王座を奪取、そして地元での防衛を初防衛を果たして、これが2度目。鈴木さん、はい、長谷川陣営もね相手はいっぱいいっぱいというふうに見てますね、はい、ですからジャブからボディ、そして中盤以降に左を打ってきたらアッパーだと、そういう指示です。なるほど、できる限り足を止めない方がいいですね。ちょっと長谷川は左のワードをカットしました。あのバッティングしましたね。バッティングですか。左の内、ちょっと足がふらついてるぞ。長谷川足がふらついてる、ね、バッティングもちょっと影響出ましたね。今ここはクリンチ、できる限りまだ4回目ですから。これはドクターに見せます。ちょっと左のまぶたをカットしました。第4ラウンドです。まあ、相手が疲れてきたというのも長谷川ちょっと気づいたでしょうけど、今攻めなければということでちょっと過剰に、まあ、足止めたところがあったですね。なるほど、できる限りまだまだ時間あるんですからね、できる限りまともに打たさない、それで自分のパンチは数は少なくて構わないんですから。この傷は偶然のバッティングのようです。さあここで足を使って右をうまく使っていきたい長谷川です。身のフックは空振りです。左回復を仕掛けているところ、そうですね、ちょっとまた振り返しましたからね。左のストレート、ちょっと足が踊るシーンもありましたね長谷川。さあ第4ラウンド、そうだ、動けるんだったら今みたいに動いておいていいんですね。右を使って前に出てくるキコマルチネスチャンピオンです。鈴木さん、はい、勝っては、ね、2センチぐらい、そんなに傷は深くないそうなんですけれども、目の上なので出血が目に入るかもしれないというコミッションドクターです。またどうやらちょっと頭同士が当たったようです。長谷川は気にしています。まあ、頭ガチンとぶつかるとですね、また、響きますからね。そうですね。あっと今左が入りました。ちょっと首がのけぞった。右、大きなフックチャンピオン。さあ第4ラウンド残り10秒、左左から右開始、左さあ前に出てくるチャンピオンです。さあ第5ラウンドが始まりました。さあ IBF は4ラウンドごとの採点の公開が WBC と違ってありません。浜田さん、ここまでの採点が、浜田さんいかがでしょうか。やっぱりダウン取られましたけどね、チャンピオン有利ですね。なるほど、ナイスボディは送っていきます。長谷川です。飯田さんはどうでしょうか。そうですね、やっぱりポイントチャンピオンですよね。チャンピオンですと5、6、7、8、この中盤の戦い方が重要になってきますね。そうですね、本当にまあ、この打ち合うのか、まあ、足を使うのか、はい、すごくお互いがこうダメージもあったり疲れもあるんで、すごく難しい流れになってきてますね。あ、そうですか。打ち合った方がいいのか、あ、また、まあ、足を使った方がいいのか、はい、前に出てくるチャンピオン、今足の踏ん張りしっかりではないんですけどね。長谷川ですか。打てれば、動ければですね、動いてる間に回復できる。左のナイスダブル、左のナイスダブル、ワンツー、それで止まらないことですね。鈴木さん、はい、チャンピオンマルチネスサイドですが、自分のリズムで中に入ってボディを打てと、そうするとおのずと KO が見えてくるというふうに話しています。ボディ、あ、今のボディ見せてますね、まあ、長谷川の動きを止めたいという気持ちではあるんですね、はい。長谷川のスピードには非常に警戒をしていましたチャンピオンのキコ・マルチネスです。第4ラウンドを超えて第5ラウンドに入っています。 IBF スーパーバンタム級のタイトルマッチ、左左、ただチャンピオンもっと連打する選手ではあるんですね。そうですね、ただやっぱりのボディスタートジャブから左できなくなっているところありますからね。ワンツーを見せてきました。ワンツー、長谷川このリズムです。このリズム、なるほど、この距離で、この距離。飯田さんは今のこの長谷川の戦いどう見ますか。なるほど、今長谷川の方がこうジャブ、ワンツー長いパンチを出していきますから、ジャブチャンピオンのキコ・マルチネスはやっぱりフック系が強いんですよね。やっぱり肘を曲げた、短い距離、その長い距離遠くで戦えているのは一番いいことですよね、はい。今あのチャンピオンのパンチが届かない距離に長谷川さんいますね。これをずっとキープできるのなら、はい、しっかりとちょっと回復するまで戦いたいですね、この距離で、はい。チャンピオンですね、追いかけてくる、まあ、状況というのにくるところあるんですけど、
一発に負けますけど、2、3とだんだん緩くなってきてますからね。そうですか。だから動きっぱなしじゃなくてもバックアップできれば風が打ってますから。いいですよ。右を伸ばします。チャンピオンです。そこでお返しを極力少なくすることですね。だんだんとこのチャンピオンの動きを読み切ってきたターンもあります。長谷川殴り、ナイスボディから、長谷川殴りから、いいですけど右のガード下がってきましたね。また長谷川の課題の一つと言われている右のガード、やはり打ち切りに入りますと下がってきます。左のフック、チャンピオンも前に出れないっていうのはですね、結構苦しいんですよ、チャンピオンも。そうですか、はい、第5ラウンドの残り10秒を切った。あ、左のフック入った。左の相打ち、頭を振っていきます。長谷川、ここで第5ラウンドを持ち直しました。長谷川、ボクシング人生15年の集大成のリングです。第6ラウンドを迎えました IBF 国際ボクシング連盟世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、第6ラウンドを迎えています。中盤戦です。赤いグローブがチャンピオン、スペインのキコマルチです。2度目の防衛戦、青いグローブがバンタム、フェザー2階級制覇、今日スーパーバンタムで3階級制覇を目指す長谷川穂積、3年ぶりの世界タイトルマッチとリングです。セコンドからは止まらない止まらないという指示も出ています。足が動くんであればですね、はい、動かした方がいいですからね。試合前のスパーリングではそのフットワーク、そして頭の位置、あまり突っ込みすぎないこと、あと右の使い方、そういったこの状況でボディ打ったらパッと動ければいいですね。ああ、なるほど、はい、右から左、左から左、ナイス左、ナイス左、足を使ってロープから逃れていきます。しかし追い詰めていく、つとまるし、左から戻る、これじゃきついでしょうね。右から右の後ろのチャンピオン、チャンピオンなんですよ。ほっとっと出るじゃないですからね。はまじも出ました、長谷川です。皆さん、なるべく長谷川は広いリングの中央で戦った方がいいかもしれませんね。そうですね、やっぱりチャンピオンプレッシャーでどんどん詰めてきますからね、はい、以前のような足を使ったスピードを使ったボクシング、それにパンチ力を使ったボクシングを融合させると話していました。ダリーゴーキリー、ゴーキリーで打ち合わないことですよ。なるほど、まあ、長谷川のパンチも当たるからやっぱ打ち合いたくなる。ダリー危ない、これはいけません。チャンピオン、これはいけません。減点ですね。チャンピオンに1点減点です。チャンピオン1点減点、まあ、ブレイク後の打撃ですね、パンチですから、はい、ああいう時のパンチ効くんですよね。でもね、そうなんですね、まあ、ブレイクした後に、まあ、まさかこの間あっと一緒にパンチを浴びせてきました。今みたいに軽いパンチでも影響あるんですよ。あ、アッパーです。チャンピオンのアッパー出ること出ると出るこ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 と危ない。最後のロープを背負って、そうそうそう、最後入れ替えた、出ればいい出ればいい。残り1分を切っています。長谷川選手も血が目に入っていると思うんですよね。あ、そうです、見にくい、視界が悪いんで、打つんだったらやっぱりもうしっかりと打ち合ってもいいですけども、はい、相手の左フックですね、右のガードだけは注意したいですね。左から右から左、右のフック、長谷川、さっきのブレイク後のパンチもちょっと効いたかもしれませんね。そうですね、ああいうのは左右の左ぐらいじゃどうもならないですね。右を伸ばしてきましたチャンピオン、動ければ動きたいですよ。そうですね、アッパー、チャンピオンアッパー、右を伸ばして左、さあ長谷川交代する、長谷川交代する、さあ長谷川、ここはタイム取りだ、残り10秒切った。さあ長谷川、血が目に入ってますよね。見にくいか、頭を振る長谷川、大阪城ホールに悲鳴がこだまする。第6ラウンドなんとか終了。この集大成、3度目の世界3階級制覇を目指してこの戦いです。第7ラウンドに入りました。いや、チャンピオン出てきてますね。来ましたね、チャンピオンがね。鈴木さん、はい、チャンピオンサイドゴーサイン出ましたね。そうですか、はい、さあ長谷川穂積、鈴木さん、一方山下会長はね、俺たちこんな場面何度も経験してきただろうと、はい、諦めないよって言ったらね、長谷川自身も諦めませんって言ってました。なるほど、ここが頑張りどころ。第7ラウンドですね、足がなかなか動かないんで、もうしっかりと足に力入れて、腰を低くして前に出ることですね。そうです、そこでボディを打てばいいんですよ。この3階級制覇の挑戦は究極の自己満足のため、強い自分を再確認したいと話した長谷川ですが、さあロープを背負うか。そうです、そうです。さあチャンピオンも前に出る、チャンピオンの頭もぶつかりますね。そうですね、左、左から右、左のボディ、左、左カウンター、あー手をついてしまった、ダウン、
左のカウンター、やっぱり振りが大きくなってるところですからね。大阪城ホールのファンが長谷川に勇気を送る。さあ、さあ試合再開。長谷川密着するね、密着、密着、密着ですよね。長谷川、ああ、ダウン、試合終了。同時にタオルが投げ込まれました。